トーマス・ミューレは、ノルウェー出身の元ノルウェー代表サッカー選手である。ポジションはゴールキーパー。アデコリーガエンのモス FK でキャリアをスタートさせ、1993年にエリテセリエンのバイキング FK に移籍。U-21 ノルウェー代表でも活躍し、通算27試合に出場する。1996年シーズンは怪我で、 出場機会がなかったが、翌年には復帰し、11月にイングランドプレミアリーグのエバートン FC に移籍。即座にネビル・サウス・オールや、ポール・ジェラードといった、イギリス人 GK から、政治系の座を勝ち取り、クラブでの重要な役割を担う。1998年4月22日、コッペンハーゲンでのデンマーク戦で、A 代表デビューを果たし、2から0で勝利し、 クリーンシートを達成する。フランス W 杯では、フローデ・フローダスに次ぐ、第 2GK の位置づけで代表メンバーに選出される。1999年夏に足首に怪我を負い、ジェラードに政治系の地位を奪われると、クラブの財政難もあり、複数のクラブを期限付き遺跡で渡り歩く。2001年11月、エバートンを去り、トルコのベシクタシュ JK に遺跡。 2002年7月にはイングランドへ戻り、サンダーランド AFC でプレー。サンダーランドでは、トーマス青年戦に次ぐ、第 2GK だったため、2003年10月に、クリスタルパレス FC へ期限付き移籍する。サンダーランド復帰後の2004から05シーズン、青年戦の移籍もアありー GK ーとして、リーグ戦に31試合出場し、クラブのプレミアリーグ昇格に貢献する。 2005年、サンダーランドとの契約を延長せず、ノルウェーに戻りフレドリクスタ FK に移籍。2試合に出場した後、イングランドのチャールトンアスレティック FC に2年契約で加入。当初は、デンマーク代表のステファン・アンデルセンに次ぐ第2次 k であったが、12月に政治系の地位を確立し、この年の残りのシーズンはクリーンシートを10回達成し、 ホームでは10時間以上無失点に抑える活躍を見せた。しかし、監督のアラン・カービシュリーが退任し、期限付き遺跡で加入したスコット・カーソンの台頭により2006から07シーズンは第 2GK としてスタートする。2007年、フルスのバイキング FK に戻ったが、かつてのようなプレーはできなかった。2010年2月、ドラッグを使用していたとして、バイキングから契約を解除される。 2010年5月、コングス・ビンゲルに移籍。翌2011年3月に引退を表明した。この項目は、ウィキプロジェクトサッカー選手のテンプレートを使用しています。ありがとうございます。